今日からね、バイオショックプレイしていこうと思いますよ。バイオショックね、昔買ったんですけど、最初の方だけやって、クリアしてなかったんで、やっていこうと思います。今日はバイオショック。イージーでいいや、イージー。イージーモードでやろう。1960年、ミッドアトランティック。これ、英語バージョンだったんだよ、これ。日本語かと。彼らは正しい。バイオショック、バイオショック。最初の方だけプレイしたんですけど、なんか海中都市っすよね、確か。ああ、で、何、ムービー？ムービーかな。ああ、溺れてんの？これ、溺れてんのか。お、バック、女性のバックじゃん。この人ゲイか。トランスジェンダーですか、この人は。違いますか、わかんないですけど、そんなことはどうでもいいというわけですよ。はい、じゃあ、はい、上がったら動けんだよね、確か。はい、炎ですね、炎。水の上で、なんで燃えるの、水の上でも。油があるから燃えるのかな、わかんないけど。あ、油だね、油に引火してんだね、なるほど。はい、であっちの方に行けばいいんでしょ、多分。はい、行きますよ。あ、ちなみにトゥームレイダーはアニバーサリーはちょっと飽きちゃって、最近やってないっすね、全然。ダッシュどうやるの、ダッシュ。ダッシュできないね、ダッシュ。オッケー、じゃあね、階段のところに来ましたね。はい、はいはいはい、サクサクやっていこう、サクサク。え、待って、しまった。あ、電気ついた。オッケー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 。はいはいはい、こっちか。どんどん進めていこう。サクサク、イージーモードだからサクサククリアしていこうかな。え、これ、なんかあれば、あ、日本語じゃん、これ。よかった。日本語だ。ジャパニーズじゃん。開いて。エレベーター。サービスラジオ。動けない。視界は動く。おお、いいね。綺麗綺麗綺麗。はい。何これ、テレビ。ファイアーとやフィンガー、フィンガーティップス。わかんねえな、意味が。イディオムかな。質問。イーグル。タカはアメリカの象徴でしたっけ、確か。マスターハンド。マイティーソーのハンマーだ。あと、なんかカマ。リアン、リアンっていうの、この人。ライアン、リアン。この人をぶっ殺せばいいってこと？早くしろよ。お、綺麗だね。海中都市ですね。アトランティスみたいな感じなのか。綺麗、綺麗。フィナレイ。わかんない。I don't know。お、誰だよ、この人は。なんか、囚われてる人みたいな感じだったね、今の銅像は。うん。あれ、クジラ？クジラか。いや、海中都市いいっすね。はい。いいっすね。めっちゃいい。海中都市。
よっしゃ、進めていこうぜ。動けないんですけど。フリートホール、フリートホール、フリートってどういう意味？わかんない。イフリート、炎の精霊ですか？わかんないっすよ、もう。コーヒー。説明書とか読まないもん、全然。読まない。説明書なんてね、読まないよ。体で覚えるタイプだからね。プレイして覚えるタイプだから。お、あ、これ体験版でもあったやつか。ああ。俺を行かせてくれって。ああ、天国に行かせてくれたじゃん。よかったね。はい。何あのモンスター、ミュータント？切り裂きジャックみたいな。切り裂きジャック。なんだこいつは。人間？ Yes。 私は新しい人ですよ。新人ですよ、ここの。はい。いや、あれ動けないんですけど、まだ。バトルプリーズ、バトル。いや、これポリゴンショック、ポリゴンショックだ。ポリゴンショック、めっちゃポリゴンショック。あいつ何の？ゾンビ、ゾンビみたいなやつ。なんでああなっちゃったの？海底都市に住むとああなっちゃうの。あ、動ける動ける、 OK。 これかな。あー、そっか、覚えてる。ここら辺はちょっと、アトラオさんにね。そう、全然話聞いてなかった。新しい目標読めなかったよ。まあ、とりあえず歩けばいいんでしょ。歩けば、はい。私はここのラプチャーにやってきて、まあ、戦うわけですよ。はい。これから声聞こえるね、なんか。え？これホラーゲームだよね、確か。そうそうそう。怖くてちょっとプレイできなかった。だよね、途中でやめちゃった。高校生の時にやってたんですけど。Y でジャンプします。はい。ジャンプ Y。ジョニーに会えて？ジョニーどこにいんの？それで。何？懐中電灯とかないの？ワット。しゃがめないの？どうやってしゃがめ？あ、これか。いけないね。武器を探そう。壊れた扉の近くで探せばあるかもしれない。壊れた扉ってどこ？はい、武器を探す。武器はどこにあるんだよ。今日ちょっと風邪ひいてるんでマスクしてやってるんですけど、マスクしてればポップガード代わりになるのかなみたいな。ならないかもしれない、ならないと思うけど。いや、武器どこ、武器どこですかい、武器どこですかい。オーカピーポー、オーカピーポー。いや、シャムさん復活して、シャムさんのファンです。いや、あまり知らないけど、オフゼロで知っただけだから。俺はあまり知らないですけど、にわかですよ、多分。にわか。いやー、ちょっと、ね、やってくれないかな。あの、イニシャル 0D 以外のやつやってほしいね、早く。サポートしてる人は協力者はどういう人なんだろうって話題になってますよね、なんか。はい、どうでもいいんですけどね、関係ない。 It's not my business ですから。まあちょっとね、武器どこにあんの？
ねえ、ああもう今日はお客さんにさ、急に切れられてさ、何も悪いことやってないんだよ。何もやってないんですけど、悪いこと、いいことしかやってないかったんですけど、急に切れられてね、我慢したんですよ。切れられて、めっちゃ切れられて、怒りを抑えると震えるんですね、人間って。すごい震えたわ。なんか怖いからじゃないんだよね。いつでもあなたの顔をパンチできますよみたいな感じだったんですけど、うん、頑張って抑えたんですよ。まあお客さんですからね。はい、それでね、はい、それで怒りを抑えたら手が震えたってわけですよ。体が震えた、全身が震えた。もうそうそうそう、そんな感じでしたね、今日は。どこにあんの武器ねえ、武器どこ。お腹空いたけど今ダイエット中だから食べなくていいや。ちょっと今夜は食べないぞ。いや、どこだよ武器どこですかねえ。Excuse me? なくない武器。ライトもないの、ライト。真っ暗じゃん、これ。ホラーゲームだから、まあ真っ暗なんですけど、まあしょうがないね、それは。ね、はい。あ、ここ?これ?これか、武器。ああ。レンチゲットした。それで壊してしゃがんでいくとわけですね。もうこれで4分以上消費してるよ。あ、うん、くそったれ。このワンアイドヒューマンブラックドラゴン、ファックよや、死ねやマジで。あのさ、あのお客さん死ねよマジで。うるさい。あ、すいません、ちょっと違う。お客様は神様ですからね。これさ、壊していけないの?マジでさ、マジでさ、うん。早くこの上行ってよ。行けるでしょ、ジャンプで。行けるよ、絶対これ。はい。なんで行けないの?このゲームね、面白いですよね、多分。はい、いや、すごい楽しい。うん、すごい楽しいよ。いや、すごい楽しいな、マジで。マジで楽しいっすわ、このゲーム。あ、これ自動販売機、エレクトロボット。うん、顔でかいな、あの人形。あ、これで薬を注射して、シャブを注射して、それでなんかパワー手に入れんだっけ。魔法使いになるっていうね。うん、うん、ファインになるってさ、良くなる。まあちょっと耐えれば良くなるよみたいな感じでなんか説明してたね、ラジオの人が。うん、なんだこいつは、誰だ。フィッシュじゃねえよ。ちょっと後でぶっ殺してやるぜ、あいつ。マジで。うん、マジでぶっ殺してやるぜ。早く行こうぜ。なんだよ、何言ってんだよ。喧嘩してんの?なんだよ、これ。ジェイソン。なんか仮面かぶってるじゃん。ホッケーマスクじゃないけどさ。ホッケーマスクってジェイソンだっけ?違うか?え?ホッケーマスクじゃなかったっけ?あ、なんか来たぞ。なんかドリル持ったやつ。ああ、こいつなんかアクリルに取り憑かれたロボットでしょ?多分。あ、この娘もアクリルに取り憑かれてるんですよね、確か。
ちょっと待って、だってさ、彼は清い心を持ってるみたいな感じ。あいつは敵なのか分かんない。あの娘は敵なんですか。歩けるやんて、電気ショップでここやればいいんじゃない。開いた開いた、行こうぜどんどん。なんだよ、地震かよ、アースクエイク。飛行機の残骸が飛んできた。え、走れないのこれ。説明書は読まないよ。あ、走ってる、これ走ってないよ。 OK、 カメハメハ、左手でカメハメハ、バカ野郎ってやつでしょ。あいつ倒そう。いや、なんかドラッグゲットした、麻薬ゲットして、麻薬シャブ決めていこうぜ。ヨー、なんかゲットしたぞ、アイテム。どうでもいいんですけどね。 B 押せば回復できるって。 OKOK、 何？あ、使っちゃったよ。なんかどうすればいいの。ビターチャンパー使えないのか今まだ多分。まあいいや、説明見る。まあしょうがないな、見るか。じゃあ説明、え、ちょっと説明、スタートボタンでしょ、違うの。あ、セレクトボタンか。 If you are、 いや、ちょっと小さす、文字が小さすぎて読めないんですけど。この後ね、どうするかっていう。パンチしろって。あ、こいつか、さっきのやつぶっ殺した。違う、仮面かぶってないな。あ、使っちゃったな、なんか変なやつ。まあいいや、痙攣状態、痙攣。お、回復ゲット。痙攣状態、痙攣ってカタカナ、痙攣状態、あの震えてる状態ってこと。Please don't do that、 しないでくれって。何を。俺はするよ。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。